まあ、やっぱ豊橋も四日市とか一宮とかとご多分にもです。飲み屋さんがやっぱ増えるんですよね。ラーメン屋さんだったら一人で入りやすいんですけどね。どっかなかったっけな。関西空港少ない、ちゃんと来たことないですもんね。考えてみたら、どっちかというといつも豊川の方にシャッと行っちゃうんで、ちゃんと豊川市を歩いたことないものか。車で来ても。夜に来てんだ。しかも車だったから全然駅前の方がこっちないもんな。こんなところできない。なんかあるかな。あるかな。その辺りが多いですもんね。トップル系はそうなんだよね。上海飯店とかあんな辺りぐらいかな。町中華はあるのか。だったら別にか、まあ別にこの後もフリーチップなんで途中で落ちてもいいですね。あ、そうか、でも、そうか、豊橋だからか。そっか、そっか、そっか。うわ、貴重さ。ドイツ語か。ドイツ語でダンケって言うんですかね。なんだっけ、サンキューか。お、町中華、ドライヤー。お、これはちょっと熱いぞ。お、なんか熱いぞ。ラーメンどうだ。行こうかな。お肉は。投資で営業やってるんですね。できた。ってみよう。さあ、食べてきましたよ。町中華、コラヤって呼ぶらしいですね。これでラーメンセットね、食べてきまして、美味しかったんですけどね。いやー、おっちは店内で待ってましたね。中でね、テレビ回っとったりね、当然カメラとか回ってないんですけど、めちゃくちゃグッサンチやっとって。グッサンチでよりによって紹介してたのが四日市だったっていうね。よりによって今日四日市っていうね。めっちゃ私四日市から、豊橋に出てきたら、豊橋でまさか四日市の、おすすめ情報を見るっていうね。まあ見たらね、全部わかるところな感じでしたけど、最初のねところだけちらっと、でしたけど、思いっきり先週食いに行っとったマクドレストランでしたからね。先週食っとったわいと思いながらね。こっちも美味しかったです。いやー、あの感じだと海側から山側の方にずっとかけて、食べ物だけではなく、品川うちわとかもずっとだから、その辺りの工場とかも見たりするのかなっていう感じなんでしょうね。OK、いい感じでくれた。CHIKARAってあれこんなデザインだな。うちがカラオケに乗った頃は漢字でCHIKARAでしたけどね、なかなかいかつい感じだったのが、なんかちょっとおされな感じになったんですね。ちなみにCHIKARAは確か本当この辺りだけな気がしますけどね。三河だけじゃない、尾張にはもうないんじゃないCHIKARAって。うちもトヨタの競合調査で初めて知って、CHIKARAって何ってなった記憶があるんで、今どうなんだろう。当時は、ルーム料金制でやってる感じだったり、ジャパレに近い感じの、展開政策なのかなっていうような見方でね、見てましたけど。部屋貸しは部屋貸しで意外と、大変なところはあるらしくて、上限人数の管理がなかなか難しいみたいですね。だいたい上限かなり厳しく捉えてるんで、地下通路があったらうちでは入らなきゃいけませんからね。あ、またホーム行きが行ってる。あれでホームの方にも行けるんですね。これはバスだと相当時間かかるみたいですけどね。田原からまだ1時間ぐらいかかるって言ってましたからね。30分ぐらいやっぱ電車の方が早いみたいです。いや、近くが涼しい。でJR はあ、こんな地下、こんなことになってたんだ。北の川とか来たことないな、地下。案外店もあるわ。東京都小路通り、ここに書いてあるんだ。東京都小路通りなぁ。それほどバッチリではないですけど、一時期。あそこそんなに取引してなかった。配達行っとったとね、エリアではあるんですけど、なんだろう、悪い言い方に聞こえちゃいそうであれですから、自分でね、その頃からね、切って買ってくれるね、お客さんのとことかをね、やっぱし、よく通うんで分かってますが、ここはうちじゃなかったんだよな。の営業ですね、3階の担当が。本社で一括で管理してる感じだったのかな。さあ、なんか来たことあると思うんだ。この前とか豊橋来た時にここ通ってんだ。で、バス乗りもありだから、市電に乗ったりするにあってもちょっと時間が微妙だし。中から駅の方入ってきましょう。こっちからもいいけど、エスカレーターに乗った方がいいからね。